どうも、エルカギです。お願いします。いやー、なんか連日ニュースになってますね。どうですか？あの、マイナンバーカード。あ、マイナーね。いや、マイナーって言ってるの、俺、ヤフーニュースの一行ネットニュースでしか見たことない。マイナー言わない。あと、パックンでしか聞いたことない。ほら。マイナーって言ってたね。ね、知らないけど、本当に。じゃあ、マイナンバーカードですよ。ね、取得したのかって話でしょ、俺たちだって。僕の持ってる番号ですよね、1503番？それ、おととい、キングオブコントで落ちた時にここに貼ってたエントリーナンバーシールだろ、お前。え？誰がマイナンバーって呼んでんだ、お前。見事一致です。お笑いのエントリー、いや、恥ずかしいこと言わせんな、おととい落ちたで。一回戦で落ちてんだぞ、お前。はい。袖のスタッフさんが結構厳しめの人だったのに、俺らの時だけ、L 歌舞伎さんって言ってくれた時に、俺はもう、出ちゃいけない人なんだと思った。気を使わせるだけ使わせて、落ちてんですから。確かに。やめてください、本当に。他も勝手に対しては、うわい。いやいや、そこまでです。そんなことない。そんなことないです。うわい。そんなことないです。拳が飛んでましたね。拳が飛びそうでしたけどね。バカ野郎。こんなこと言ってから気づかれるんだろ、お前。いる歌舞伎さんじゃないんですよ、本当にね。じゃ、1503番じゃないのよ。はい。キングオブコントのエントリーナンバーシール M1 でも始まりますよ。はい。これ予選終わった後にさ、出待ちのお姉ちゃんがさ、そのエントリーナンバーシールくださいってさ、サッカーのゼッケンみたいにもらってくっていうさ、あれによってこう、スポーツアスリートみたいに応援するって悪しき風習が広まってるって、こういうこと言ってからお客さんにも審査にも嫌われて落ちるんだろ、お前。なるほどね。いい感じしようよ、ほんと。あれだからね、捨ててましたもんね。捨ててないわ。パシーンって捨てましたよね。手帳に貼って大事にするっていう、2周回ったボケしてるわ、お前。お前、手帳2周回ったボケしてるわ、お前。人前で手帳開くね。手帳開きますよ。恥ずかしいわ。これ今回キングオブコントの、つって。わわわわわ。そう、俺、コント好きなんだよね。やばいわ。あの、コント師の人に怒られるやつ。こいつと一緒に飯食いにやるやつは気をつけろ。いやいや、いいんです、そんな話はね。気をつけろ。捨ててないから。それ、ラサール石井さんがマイナンバー返納したってなんか問題になってるんでしょ？問題というか、なんか賛否両論みたいになってて。違いますよ。で、マイナンバーね。あれ、お年寄りの人はさ、暗証番号なしでも作れるとか。まあ、あれもまた賛否両論になってるけど。ねえ、どうなんですかね。なんかポンタカードみたいな感じですね。何と一緒にしてんだよ、お前。すぐ使えるよ。ローソンストア100などで使える。ポンタ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 っていう。歌が流れるからローソン100の夜勤やってる時ノイローゼなりそうだったの。いや、誰がわかんないよ、お前。みんなそんな感じ。みんないろんな店舗で働いてる、みんなそうだもんね。みんなそうなるんですよ。どうでもいいんだよ。ああいう曲は。ポンタカード1万個万のケンタッキーフライドチキンね、買い物行ったり困るんですよ、あれ。セルフレジでタッチするでしょ、あ、ポンタカード持ってますかって、ポンタカード持ってますで。で、バーコード頑張って読み取らせて、ここで2、3秒使ってますよ。その後にお支払い方法って選ぶときに、クレジットとか選ぶと、ふわーん。現金以外ではポンタポイントはつきません。最初に言えよ、お前。忘れて3回ぐらいやったお前。なんで現金以外は。腹立ったわ、あれ。忘れてましたな。すぐパッて反応するやつにしてほしいんだよ。ケンタッキーで俺がネタ書いてる話させんな、お前。ケンタッキーね。ケンタッキーいいんだよ、そこ。元ジャニーズですよね、でも。それタッキーが、独立した会社に、元 V6 の三宅健くんが入ってて、その時に、うわ、ケンタッキーだっていう、俺の知らないユニットですごい、喜んでる人がいたの。どうも、ありがとうございました。